はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回は AE のカメラをざっくりマスターしていくやつということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はこちらのコンプを使って、カメラの動きをいろいろ作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずざっくりとですが、こちらのコンプの中身を少しだけ説明するとですね、カスタムビューで見てみると分かりやすいんですが、ちょっとこう玉っころみたいなグラデーションのかかった丸い面がたくさん Z と Z 軸でこう配置されてて、奥の方に、奥の方にこうすごいでかいバックグラウンドでドットのついた空間があるというか面があるっていう状態ですね。はい、でこれを使ってカメラを動かしていきたいと思います。アクティブカメラに切り替えて、今現状ですね、このコンポジションの中にはカメラはない状態です。はい、まずざっくりコンプの中身を説明していくと、下の2つが背景ですね。このドットとちょっとビネットがかかってて周辺落としをしている調整レイヤーで、このシェイプレイヤーっていうのが全部この浮いているグラデがかかった丸になります。これも今回アニメーションはさせないんでロックしておきます。でタイトルサンゼ、これも同じようにグラデーションしただけのテキストレイヤーです。でなんとなく空気感出したかったんで、こうグラデーションかけたこういうレイヤーですねをスクリーンで乗っけているっていう割とシンプルなコンポジションになります。ではですね、こちらを使って、アニメーション、カメラのアニメーション一つずつ作っていきたいと思います。まず1個目はじんわりズームを作っていきたいと思います。カメラを出して新規塗る、カメラコントロール用の塗るです。カムにしておきましょう。で 3D レイヤー化してカメラのポジションをコントロール C、コントロール V でコピペします。はい。で、こちらのカメラをヌルに紐付けます。この流れは、まあ、一連のカメラのアニメーションをつけるときの一連の動作になると思います。まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、まあ、ヌルを使ってアニメーションさせるときはこうやることが多いです。はい。でですね、じゃあ、少し引いたところからこの決まり位置にズームではないですね、カメラがこうグッと寄っていってかつじんわりズームしていくみたいなアニメーションを作っていきたいと思います。ではですね、カメラのこの決まり位置にキーフレームを一つ打ちまして、グーッと引いていきましょう。はい、これで頭のところでグーッと引いていきます。はい、でここから再生してみると、まあ、こういった感じのアニメーションになります。で、まあ、イーズ感が欲しいので F9 を押してイーズをかけます。でアニメーションも速度グラフでちょっとこういう感じでギュギュッと緩急をつけるとこうギュッとやってゆっくり止まるみたいなアニメーションになります。で、まあ、このまま止まってしまうと少し寂しい感じというか空気感が出ないので、こう止まってからじんわりとこうこれとかがこの周りとかがはけてってほしいんですよね。これがはけてくと割となんか じんわりズーム感が出るというか空気感がすごい出るんでやっていきたいと思います。でこのなんかじんわりズームのかけ方ってまあ本当いくらでもあるはあるんですけど、まあ、僕がやるよくやるやり方にはなってしまうんですが、僕はもうここでアンカーポイントで Z で寄っちゃうことが多いです。これをやるとすぐこういう感じですね。じんわりズームしていくっていう感じですね。こうカメラ自体のこの位置のアニメーション位置のアニメーションで寄ってるんですけど、そこに対してアンカーでずれていくみたいなことができます。まあ、これが割とこう1カットだけこういう動きだったら、まあこれが一番早いんじゃないかなと思います。まあ他にも方法はあって、
もう一つヌルを用意して紐付けるという方法もあると思いますし、今カメラのヌルでコントロールしてたんで、カメラの位置自体に Z でこうアニメーションつけるみたいなことでも全く同じ効果になると思います。こういった感じですね。左右のビューを出して、こちらのビューをトップビューとかにしてみますか。トップビューはこの画面全体を上から俯瞰で見ているような状態になります。はい、わかりますかね。この一番大きい線がこのサンズのテキストになります。その他この飛んでいる玉型もおそらくそれぞれこの線になってますね。シェイプレイヤーがそれぞれ、こう触ってみるとわかると思うんですけど、それぞれこれが上から見るとここにあるよっていうのがわかると思います。まあ、ちょっとこういうビューを2つ出してみたりとかするのもいいかもしれません。人によってはちょっとこれを出すことによって混乱してしまう人もいるかもしれないんですけど、まあ、適時ちょっと見ていってください。これでレフトビューとか、まあ、レフトライトはあんまり見ないですね。多分トップビューとカスタムビューかな。カスタムビューはいろいろこうチェックでいろんな角度から見てみたいときとかに使いますね。はい。で、まあすいません、前置きが長くなったんですけど、これを見てみると、これだと出ないんだ。こうカメラがヌルでやった、これですね。このカメラよく見ていただけるとわかるんですが、ヌルにくっついてカメラが押されてきてるんですけど、じっくりこうカメラ自体がこのヌルから解き放たれて、わかりますかね、ここなんですが、こうヌルに押されてたのが解き放たれてカメラだけでズームするみたいな、こういった感じでじんわりズームができます。はい、といった感じです。はい、以上じんわりズームの作り方でした。続いてドリーですね。こう横スライドのカメラワークを作っていきたいと思います。ではですね、先ほどと同じように新規カメラ、新規ヌルでヌルを出します。カメラ 3D レイヤーにしてカメラの位置 P を押して、こちらも P ですね。カメラの位置をコピペします。そしてヌルで紐付けますと。はい、では先ほどと同じような要領で決まり位置にキーフレームを打って、少しスライドさせます。再生します。はい、こういう感じですね。で、同じようにイーズをかけたいので F9 を押して、速度グラフを開いて、ちょっとギュッとこういう風に緩急をつけます。はい、でこれも同じようになんとなくこうスライドしていく、勢い余ってスライドしていくみたいな動きをつけたいんですが、これもまあ次元で分解してやるって方法もあるんですけど、まあちょっとこうサクッとやるっていうことだけで言うと、まあさっきと同じようにアンカーポイントを使ってちょっと押されてこの辺ぐらいまで行くみたいな。再生してみると、まあこういった感じですね。これがまあ一番サクッとできる方法かなとは思います。もう本当に滑らかさを求めていくと、もっとしっかりアニメーションカーブで作っていく必要があるんですけど、まあ、サクッと作るっていう意味合いで言うと、独立させたキーフレーム、位置でスライドを作ってアンカーでずれていくみたいな動きを作っていった方が楽かなと思います。2画面で見てみましょうか。アンカーでずれていくっていう感じですね。こういった感じでアンカーでずれていくっていう感じです。もしくは先ほどと同じようにカメラはカメラで独立したアニメーションをつけるっていう方法もあります。結果的には同じなので、自分的にこうその状況に応じて使い分けてもらえたらいいと思います。あんまりレイヤーをヌルを出しすぎてこのレイヤーがごちゃごちゃしちゃうのが嫌であれば、アンカーでやってしまってもいいですし、もう一つヌルを出してさらに紐付けるみたいなことでもいいとは思います。はい、以上でですね、じんわりズームとじんわりドリーのやり方が分かったかと思います。続いて文字を中心にカメラを回転させるアニメーションをつけたいと思います。で、今までと同じように新規カメラを出して、いつもと同じように新規ヌルを出します。で、 3D レイヤーにします。で、今回はこのテキストの位置を中心に回転をかけたいので、
ヌルの位置を今までのようにコピペしてこの位置にもカメラの位置に持っていかなくても大丈夫です。この中心点にヌルが欲しいので、まあ、ヌルの名前0ポイントとか、まあ、何でも全然大丈夫なんですが、こうしておきましょう。で、カメラをこの中心点にあるヌルに紐付けます。はい。でですね、今回はこちらのヌルの Y 回転に数値を入れていきます。そうすると、こちらの右のビュー見ていただくとよくわかりやすいんですけども、こういった感じで、カメラがこう、なんて言うんでしょうね。クレーンで動いているかのようなアニメーションができます。こう上下の動きもこういった感じで、わかりますかね、こういった感じで中心点ヌルからこう見えない棒でこうくっついているような感じでアニメーションしているのがわかると思います。まあ、今回ちょっと背面は1面しか作ってないのでアニメーションの動きに制限はあるんですが、動きをつけていきましょう。Y 回転にキーフレームを打って1秒目で0としておきましょう。こうするとこういった感じで回転した動きになります。思い切ってこんぐらいにしておきましょうか。ちょっと背景が見切れちゃってるんですが、まあ、こういう感じで F9 にしてローテーションのカーブ、速度グラフでカーブをつけていきます。こういう感じですね。ぐるっと、こういう感じで回転した動きがつけれます。またこうカメラをひねるみたいなのも面白いかもしれないですね。こういう感じで。背景がすごい見切れちゃってるんで黒が出ちゃってるなんですけど、まあ、平面レイヤーでごまかしですが、下に白を1枚引いておけば多少ごまけるんではないかと。はい、こういった感じですね。こういう中心点にヌルを一つ置いて遠くにあるカメラをこう棒で支えているような感じというか、ヌルを使って作ることができます。はい、こういう感じですね。ちょっとここの白の色味がちょっと違うのが気になっちゃうんで、やっぱちょっと色をしっかり拾いましょう。コントロールシフト Y で一度出した平面の色の変更ができるので、コントロールシフト Y で色をスポイトでこの辺りから拾いましょう。はい、そうすると多少馴染むんで、さっきより見た目的にはいいかなと思います。こういう感じですね。はい、ここまでで3つのカメラの動きが分かったと思います。ズームでじんわりズームとスライドですね、ドリー、最後ヌルを使ったローテーション、基本として3つのカメラのアニメーションが学べたかと思います。その他手ブレなどのアニメーションについては次回のチュートリアルでやっていきたいと思いますので、見ていただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。パート2もぜひ見てください。ではまた。